地下別信号場は、北海道釧路市温別町地下別にある、北海道旅客鉄道根室本線の信号場。電報略号は地区。当初は駅として開設されたが、利用者減少により2019年3月16日に旅客取扱いを廃止し、信号場となった。旅客営業末期の駅番号は、K43。 1977年の自家別駅と周囲約500メートルの範囲。右上が根室方面。かつては駅裏側に主に留置用の副本線が敷かれて島式ホームとなっていて複合ホーム2面3線を有していた。この写真の時点では貨物取扱い廃止に伴い副本線は差し別側が切られて引っ込め線化され、さらに後に 撤去されて、相対式ホームとなった。また、駅標の差し別側も、貨物ホームと上屋と引っ込め線が認められるが、引っ込め線の方は、現在も保線用として残されている。国土交通省国土画像情報をもとに作成。所在する現在の釧路市温別町地下別から、隣接する浦幌町地下別にかけての地名より、現在の地下別側を指すアイヌ語の、チュペ、に由来する。 由来について、江戸時代後期のアイヌ語通詞である、上原熊次郎は秋に、現在の川辺で小魚を取り、食料としたためとしているほか、明治時代のアイヌ語研究者である永田宝生は、夏に水が枯れ、秋には増水したためと解釈している。このほか、チュペに由来するとしている説もあるが、上原による説、解釈が自然とされる。二線を有する列車交換型の信号場。 旅客駅時代は相対式2面2線のホームを有する地上駅で温別駅管理の無人駅であった。駅舎は無人化後も有人駅時代のものが建築の上使用されていたが2003年の十勝沖地震時に倒壊しログハウス町の建物となっていた。1960年代は開拓農家のほか国鉄職員、北海道電力自家別変電所職員の利用があった。 また、1961年に中学校が閉校となったことで、通学利用もあった。駅として廃止される。直前の2016年に JR 北海道から発表された2011から2015年の上校人員調査平均は10名以下であった。なお貨物については、1926年の主要発送貨物として、木材、大根天才が挙げられている。 駅付近に住宅が数軒ある。駅のすぐ西に、十勝郡浦幌町との市長協会がある。北海道旅客鉄道根室本線厚内、駅マイナス対音別駅自家別駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。